こんにちは、緑川です。今日はね、こちらのダイソーさんのコットンヤーンで、ベスト、はい、ベストのような、はい、サマーセーターのような、はい、袖がないタイプで、重ね着もできるような感じ、はい、夏のベストというものをね、トップダウンで編んでいこうと思います。で、メインの色はこちらの、ダイソーさんのコットンヤーンミントグリーン 25g 入り、はい、こちら綿 100%、 85m になっています。これ私袋入りで8個買っています。はい、8個もね、使わないと思います、それがないのでね。そしてこちらはね、昨年のコットンヤーンの残りで、カモミールっていうのがありまして、1つと半分ぐらいあります。これは、縁取りにね、ちょっと使おうかなと思っております。はい、今年これがあるかちょっと私わからないんですけれども、まあ、メインの色に差し色という感じで、はい、こちらをね、少し最後の方にね、使っていきたいなと思っています。それではね、始めます。で、今日かぎ針は8号5ミリを使います。はい、はい、で、今日の、のね、ベストの、襟の形は大きめに、スクエアに開けたいなと思ってまして、まずはね、作り目を、はい、細編みでね、編んでいきます。で、細編みの、編み方をやっていきます。細編みで編む作り目です。はい、細編みでいきなりね、作り目を編んでいきます。4目編んでみます。鎖編み2つ、1目目の上半目と下、裏山ですね、上半目と裏山の2本をかぎ針の上に取って、上糸をかけてくぐって出てきて2本になりました。上糸をかけて左だけくぐり鎖編み、上糸をかけて全部、はい、これで細編みが1つできました。1目目の頭にマーカーをつけておきますね。はい、編み地を縦に見て、コブの上にいるこの2本、さっき鎖編みを編んだところなんですが、ここに針を入れて上糸をかけてくぐって出てきます。上糸をかけて左だけくぐって鎖編み、上糸をかけて全部、これで細編みが2つと数えますね。はい、そしてまたここの2本ですね。はい、ここを取ります。上糸をかけてくぐって出てきて、上糸をかけて左だけくぐって鎖編み、上糸をかけて全部、これで3つ目。はい、次は先ほどの鎖編みのところ、細編みの土台にあたります。ここに針を入れて上糸をかけてくぐって出てきて、かけて左だけ鎖編み、かけて全部、これで細編みが4つになりました。はい、ではちょっとね、長くなるので編んできます。はい、今ね、およそなんですけれども、90センチまでは編んでないんですけれども、80、はい、一応ね、8センチぐらいを目安に編んだところです。で、まずね、今日編むもの のざっくりとした形をね、まず今日は説明しようと思うんですけれども、こういう感じで、はい、で、トップダウンで編んでいきますね。こちらから編んでいきます。そして、ここを袖として延長をして、
これがベースの形になります。でこの襟ぐりですね、今日は、トップダウンでベーストを編みます。で襟ぐりの、形ですね、はい、今日は肩の方が少し深い感じで襟がね少し開いています。はい、で私の希望が、今日はね88センチ、はい、私の希望が88センチで、内訳は20センチ、こっちが24センチ、はい、こちらが後ろ身ごろ、こちらが前身ごろ、こちらも同じ20センチ、24センチ、こちらが袖になります、はい、いつもとちょっと数字がね逆転している感じです。ここに角に増し目ポイントがあります、数字がいつもとこう違う理由はここですね、ここがちょっとね開いている感じです。はい、でこういう風にねしていこうと思います。で、まずねいつものようにここ20センチが何目かを測って、マーカーをつけていこうと思いますね。はい、でまず一番最初に作り目をした時のこの尻尾さんがあるところにつけた1目目の細編みのマーカーがここです。で次20センチ分が何目か数えますね、はい、軽く伸ばして、はい、でそれでね今日はね、奇数ですね、2+1になります。はい、はい、今ねマーカーをつけたんですけれども、私はここが29目になりました。はい、2+1ですね、はい、そして、今度ね24センチですね、はい、24センチがどれぐらいか、はい、今数えて、35目ぐらいでした。はい、数が多かったので、落ち着いてねゆっくり、はい、数えてマーカーをつけてきましたので改めて、はい、説明をしていこうと思います。まずこのピンクのマーカーはこの角になりますね。一番編み始めの尻尾さんがあるところがこの右上の角になります。丸1のところですね。で次が20センチ分数えました。そして29目ということが分かったので30番目にこのマーカーをつけました。次が24センチ分で、24センチ分が何目か数えて35目だったので35目数えてこの角にまたマーカーをつけました。左下のここですね、はい、そしてまた次が20センチなので29目またね数えて右下にマーカーをつけました。最後がまた24センチ35目なので数えて、はい、足りない分を編んで黄色のマーカーをつけて、はい、襟元が1周分できたという感じです。いつもとね向きが逆で、奥行きが深いんですけれども半分折りにしてこういう襟元になります。いつもよりね少し開いている感じです。はい、で、内側にはねまた縁編みをしますが肩幅がここに出て、
最初は襟元を編んでいくというような形になっていきます。でこれをね平らに、はい、置いて、そして輪にして編み始めていこうと思います。はい、今ね女子マネさんに、かぶっていただいています。でここからここがだいたい20センチぐらいで、この肩からここが12センチ、そしてトップダウンなので後ろも同じですね。はい、ここも12センチ、背中も同じです。はい、で、内側ですね、襟ぐりなんですが、いつものようにここは縁編みで内側に向かって後で狭くすることもできます。はい、で、一応ねこれを目安に編んでいこうと思います。はい、まずは作り目が平らになっているか確認しながら、こうやってね平たく丸く置いていきます。そして最後のループのところに針を入れて1目目の細編みにね引き抜いていきます。針を戻して平らなままで、マーカーをつけているこのピンクのところに針を入れて、はい、まずはね普通に引き抜きます。そして、ここから、長編みで、1目置き方眼編みをしていくんですが、マーカーがあるところは角になりますので、はい、角には角の編み方をねまたやっていこうと思います。で鎖編み3目か、長編みの立ち上がりで立ち上がりをいたします。私は長編みの立ち上がりをいたします。で、長編みの立ち上がりはね別途動画になっておりますのでリンクを貼っておきます。初めての方はそちらを一度ご覧ください。よろしくお願いします。ではね、鎖編み3目か長編みで立ち上がって、1目目のマーカーがあるところに、まず長編み、もしくは鎖編み3目で立ち上がり、マーカーをつけておきます。はい。そして同じところにもう一回長編みをします。この長編み2本が未完成の角になります。そしてここからは1目置きに長編みです。鎖編み1目スキップ長編み、鎖編み1目スキップ長編み、鎖編み1目スキップ長編み。はい、このようにね編んでいきます。はい、最初の角のところに来ました。今ね長編みで終わっていて、こちらの作り目はマーカーの手前にね細編みが1目開いています。開いている分はここに鎖編みをしますね。そして黄色のマーカーがあるところに角の編み方をしていきます。長編みを2本、鎖編み2つ、同じところに長編みを2本、はい、こちらが角の編み方です。長編み2本、鎖編み2つ、長編み2本とマーカーのところに編みます。そして角の編み方が終わりましたら、鎖1をして長編みの構えをして、マーカーの隣は1目スキップして長編みを編みますね。はい、そして今までと同じように鎖1、1目スキップ長編みというふうに編んでいきます。はい、あとはね角はいつもこの要領で編んでいきましょう。
はい、今ね1段目を編んできて長編み鎖編みで終わったところで、ここにね1目余っているのでちょうど合っていたということが分かりました。それでは、このねピンクのマーカーをしていた最初に長編み2目を編んだところ、未完成の角なのでここに長編みを2本編んで角を完成させますね。はい、長編みを2つ編んで、はい、そして鎖2つで終わるべきところですが、鎖1と細編み1で終わります。角の中心で終わりたいのでそのように終わりますね。1目目のマーカーをしていたところに針を入れて細編み1で終わります。鎖1と細編み1で、鎖2と同じこの角のスペースを空けたということになります。今ね編み終わってこのようにね襟ぐりができました。ちょっとねマーカーで仮止めしますが、で私の場合88センチで計算した目数でしたけれども、これを実際、着る時に考えるとこのようなね開き具合になります。はい、ここが20センチ、12センチ、12センチという感じです。それではね、2段目をやっていきます。遮光を防ぎたいので、表裏とひっくり返しますので、2段目は先ほどと逆向きからスタートいたします。編み方は一緒ですね。まずこの角、鎖1と細編みで開いているスペースのところに、はい、長編みを2本もしくは鎖編み3目の立ち上がりと長編みを1本、ここに編んでいきます。ね、鎖編み3目の方はここでね鎖編みをしていきましょう。ではね、長編みでこの隙間に立ち上がって1つ目、頭には必ずマーカーをつけます。そして同じところにもう1本長編み、これは1段目の時と同じことをしていますね。はい、そして鎖1で立ち上がります。はい、そして1目スキップ長編み、1目鎖編みで下を1目スキップで長編み、はい、こうですね。最初に角の大きなスペースに立ち上がりと長編みで2本編んだ後、鎖1をして下は1目スキップをして長編みを編みました。ここも鎖1を編んで土台を1目スキップしてと方眼編みを編んでいきますね。鎖1、下の長編みの頭に長編みと長編みを揃えていきますので、はい、下の段の長編みに長編みを編んでいけば自動的に1目スキップになります。長編み鎖1、長編みの上に長編み鎖1と編んでいきます。はい、このように長編みが足並みが揃うことになります。最初のね角のところにやってきました。今ねこのようになっています。長編みの上に長編みを編んで上に鎖1、そして鎖1をスキップするとこの角に自動的に入ります。角には前と同じように長編みを2本、鎖を2つ、長編みを2本と編みますね。はい、角は下と同じように編むということです。そして鎖1を編んで1目スキップ長編み、はい、1目スキップ長編み、1目スキップ長編み、鎖1目スキップ長編み、
この角の前後なんですけれども、もう一回おさらいしますね。はい、長編み鎖1、長編み鎖1を編んできました。そして土台のここに長編み2本あるうちの右側にここに長編みが入っていて、鎖1をしました。土台ここに1目長編みがあって、ここをスキップしています。はい、ね、今までと同じルールですよね。長編み1、鎖1、土台は1目スキップ。そうすると角に来たので長編み2、鎖2、長編み2を編みました。そして鎖1を編んで土台の1目、この長編みの頭をスキップして、長編み、ここに長編みですね。なのでここの下の段の角の内側の長編みはスキップされていてね、編まれていません、開いていますね。はい、そこを気をつけていくといいかなと思います。ではね、あとは同じになります。はい、2段目の終わりのところにね、帰ってきて長編み1、鎖1をしました。根元にね、鎖1がちゃんと残っていますのでぴったりでした。ではね、先ほどと同じように一番最初のここの立ち上がりと長編みのここね、完成させますね。角が未完成だったから長編みを2つ編んで、鎖1をして、マーカーのところに細編みをして終わる。先ほどとね、全く同じ終わり方です。はい、そしてマーカーを外して、はい、そしてまた反対向きに向きを変えて編んでいきますね。今ね、2段目でこのようになりました。はい、でまたね、ちょっと半分に折ってみますね。はい、これがちょうど襟ぐりになっていますので、まあ、この辺に首があったら鎖骨がね、この辺にあるのかなという感じです。でこれでまずはね、一旦肩幅になるまでなので、そうですね、あと3段かそれぐらい、はい、少しね編んできてご覧いただこうと思います。はい、長編みの段はね、今ね5段編んだところでこのようにねなっています。半分にね折ってみますね。切る向きに折ってみます。そして、当初のね予定の感じにね来たなと思ってまして、ではね採寸してみます。横幅が、38ぐらいになっています。それから袖の方なんですけれども、まだね少しまだ短いんですが、だいたい15センチぐらいになっています。はい、38、15ですね。で、ベストなので肩幅をねここで終わりにしたいので、身ごろの幅はまだ足りませんが、ここで鎖編みでね延長するというやり方をやっていこうと思います。で、足りない分を延長するんですけれども、私は身ごろの幅をだいたい50センチぐらいにしたいと思っています。で、こうやって、測って、あと何センチぐらい足りないかを見ますね。はい。で、左右に7センチ、7センチ足したいなと思います。ここに見た目が7センチ、見た目が7センチ。なので、実際、鎖編みはそれぞれ14センチ、14センチ分。ということになります。はい、希望の身ごろの幅をここで足します。そうすると袖が今足りない分も足されることになるですね。はい、はい、で先ほどのね採寸をここに書きますと、ここがおよそ38センチほどになっていました。そしてここがおよそ15センチほどになっていました。そして私はここを7センチ足すことになります。はい、見た目が7センチですね。このように延長することになる。そして、
ここの予想が50センチぐらいということになります。そしてここは、5段編みましたね。ファイブロース、はい、ということになりました。こちらを参考にして皆さんもここですね、まずはここを決める必要がございますので、こちらの寸法を参考に皆さんも採寸をして、まずはねここを決める、ここを決めるという手順でやっていただければと思います。で今編み終わって、細編みがこの向きなので逆向きにいたしますね。はい、そして、ここはどの向きかというと、ちょうどこちらは前身ごろにあたるので、前身ごろの編み方をして左側から延長するということになります。はい、6段目ね。で、ここからは長編みだけで編んでいこうと思っていますので、はい、ここでね長編みを編んでいきます。はい、ではね編み始めます。はい、立ち上がり長編みを、はい、編みますね。はい、はい、で今ね角に1つ長編みを編みました。はい、そして、ここは2つ編むことにしようと思いますね。はい、角の隙間に長編みを2つ編みました。そしてこの後は1目に1つずつ長編みを編んでいきます。下の長編みの頭には長編みを編んで、それから鎖1だったところは束にとって長編みを1つ、はい、ずっとね長編みだけを編んでいく模様にしようと思っています。はい、今回はね簡単に、模様編みをせずに長編みだけにしていこうと思っていますね。はい、で 上が方眼編みになっているので、はい、そんな風にすると可愛いかなと思ってこういう風にして、ね、しようと思います。こういう形で、はい、まずは長編みを編んでいきます。はい、今こちらから長編みを編んできて反対側の角に来ました。はい、で角のスペースね長編みを2つでしたから、こちら側にも長編みを2つ編んでおきます。そしてここから、それぞれの身ごろにプラス7センチ7センチで14センチ分鎖編みを編んでいくということになりますので、まずはね鎖編みをしていきます。はい、鎖編みを22目編んで、はい、大体14センチぐらいになりました。でこれで延長決まりましたら反対側の身ごろを持っていきますね。はい、そしてこの角のところにこのまま長編みを編んで袖と身ごろを分けます。もう一回長編みでしたね。はい、このように延長ができました。身ごろの反対側にやってきました。そしてね角のこの大きなスペースに長編み2を編みましたので、反対側と同じく鎖編みを22目しますね。そして、反対側ですね。はい、こちらが一番最初にもう長編みを編んだところなので、ここは引き抜き編みをしてつないで終わりになります。はい、ではちょっとマーカーをつけて延長して今何センチになっているのか測ってみますね。左右ともねこのように鎖編みで延長ができました。でここがだいたい私の場合まず50センチになっていたらいいかなっていうのと、そうですね、はい、50センチぐらいになっていますね。はい、それからここですね、はい、袖もこ
ここが15センチぐらいでしたから、もう少しあった方が良かったんですけれども、これをね縦にこのようにして測ってみます。で、だいたい今25センチになっているので、はい、これでね、ちょうどいいかなと思います。はい、鎖編みで延長したところで、女子マネさんにね、ちょっと来ていただいてます。このようにね、脇が開いています。はい、ここにまたね、長編みを編んでいくことになります。はい、正面はこのような感じですね。で、女子マネさんに試着していただいたように、ああいう風にね、皆さんも私も試着をして、はい、まずねこれで着心地がどうか、脇がきつくないかっていうのをね確認します。そしてそれで OK だったら、ここね糸がここでずっと立ち上がっていくのはあまり、はい、格好がいいとは言えないので、ここで一旦糸を切って、はい、編んでいこうと思いますね。はい、糸始末できる分、はい、残して切って、ここは引き抜いてね、終わってしまいます。はい、そして、目を見ていただくと、今こちらが表なので、はい、逆向きですね。はい、常に表裏とね、編んでいきますので、そして身頃と身頃の真ん中ですね、はい、真ん中から編み始めるといいかなと思います。ではね、私はこの黄色のマーカーの左のところがちょうど、はい、身頃の半分のところということになりますね。22目で11、11になりますので、では糸始末分残して、はい、ここにね針を入れて編んでいきます。まずね糸を構えます、はい、そして針を糸の上に置いて2回巻きます。2回巻いたら、編みたい目の片側半目と裏山、はい、2本取っていただければね大丈夫です。2本取って上糸を連れてきて、はい、このようなね見た目になります。3本になりますから、ここで長編みをいたします。かけて2本、かけて2本、はい、そしてこのまま次に進みます。鎖編みのうちの2本を取って長編みをしていきますね。はい、2本編んで1本残していくと、残した1本にね縁編みができますので、はい、取りやすい2本でいいですので、2本取って編んでいきましょう。そして、このままずっとね長編みで1周してきまして、ここで引き抜いて、次は裏という感じです。はい、鎖編みの真ん中からずっと長編みを編んでね、一周編んできました。で、ここからもね、遮光を防ぐために表裏と編んでいこうと思いますので、一旦ね、編み地をひっくり返して、はい、ひっくり返したら、この最初の長編みの頭、これがね最初の長編みの頭になります。はい、ここに針を入れて最後のループを取って後ろへね連れていきます。はい、そうするとちょうどね脇の真ん中から立ち上がりをしていくことになるので、立ち上がりがね目立ちにくくなるかなと思います。でここからまたね長編み
もしくは鎖編み3目で立ち上がっていきましょう。編むところはこのループが出ているのが1目目になりますから、はい、ここになりますので、鎖編み3目の方はまずここに鎖編み3目を編んで、次はここに針を入れますね。で、長編みの立ち上がりで編む方は、はい、ここに針を入れて向こう側を取ってきて、はい、ここで長編みですね。はい、そして鎖編み3目の方も同じです。次はここになりますね。はい、2つ目の目はここになります。で、1目目のところ、はい、必ずね、分かりにくくなりますので、必ずマーカーをつけましょう。そして今後このように毎段、表裏と、はい、編み地をひっくり返しながら、はい、遮光しないためにね、はい、そして編んでいきます。どうしてもね、長編みだけで表編みで繰り返していくと、あの、遮光しやすいですね。どうしても右斜めに行ってしまうので、あの、お洋服の場合はね、やっぱりちょっとね、あの、気をつけていても、身頃が大きいとなかなかね、遮光してしまうっていう方がやっぱり、はい、多いので、こうやって表裏で編んでいくことでね、はい、遮光のことを気にせずに編むことができますので、毎回こうやってね、編んでいきます。そして、希望の身頃の長さになるまで編んでいくことになります。はい、で、今からここをね、身頃、お好きな長さまで編んでいくんですが、最後の仕上げ方の説明をね、少ししようと思います。最後なんですけれども、はい、普通の長編みで編んでいきますので、あの、自由にね、アレンジしていただいてももちろん大丈夫なんですが、私はこんな風にね、しようと思ってまして、一番最後の段、はい、少し増し目をします。はい、そして今日はね、紐を鎖編みで編んで、紐を通してこういう感じの、はい、ベストにしようと思ってるんですね。なので、まあ、着るとちょっとこう絞るようなイメージになります。はい、絞り具合は自由なので、ウエストポイントと言いますか、はい、私はローウエストにつけようと思っています。かなり下のところにね、つけるというイメージにしています。あの、キュッと絞らなくてもね、あるだけで可愛いかなと思うので、今回はこういうデザインにしようと思っています。そしてもう一色をどこに使うかと言いますと、はい、あの、今のところの予定ですが、袖の縁編み、襟の縁編みには白を、このね、カモミールを使おうと思っています。そして裾とリボンはちょっとね、考えようと思います。皆さんもね、あの、2色でされる場合はどこを2色目にしようかなっていうのをね、はい、楽しく考えていただければと思います。それではね、まずは私も身頃をこの裾の少し前まで編んでいきます。